大田原漬清は、戦国時代の武将、那須氏の家臣。大田原氏は那須七期の一つ。文明十八年、大田原種清の子として誕生。栄章十一年、那須氏十五代当主、那須氏親の死後、潮屋の実子、山田氏休と、養子、那須氏への間で家徳争いが生じる。漬清は父、種清と共に、 支給を支持するが、内紛の最中に、支給が死刑に殺害されて上野助が断絶。助代は、那須助夫らと共に、死刑を攻め自陣に追い込んだ。助代は治癒に優れ、上記の上野助の大家騒動の際にも活躍し、助夫皿からは返記を受けるほど信任された。しかし、その優れていた治癒を周囲に危険視され、永正十五年、同僚の大関修造の残言を受けて、失脚。 出家した。創石にあった兄、林道の縁を頼って、越前国の総統宗広本山永平寺に潜んだ。越前の朝倉氏の保護を受けたとも伝わる。天文11年、下谷国那須に復帰すると、大関修造の着難、増寺に奇襲を掛け廃止させ、自身の長男、光蔵を、大関氏へ養子氏として送り込んだ。さらに、福原氏にも、次男、 スケタカを養子師として送り込むと、スケキはナス七期のうちの大田原、大関、福原の三家を支配し、ナス家中でも最有力の実力者となった。ナススケ佐の子、マサスケに自分の娘を知わせるなど、主家とのつながりも深めた。天文14年までに水口城から大田原城へと居城を移し、生を大田原市から大田原市へと改めている。また、 同年には光ま寺を回帰し、下野潮屋の長光寺の三代目住職であった、実刑、林道雄将を迎えて三百国という破格の寺領を与えて保護し、以後光ま寺は、大田原市代大の菩提寺となった。外孫である助種の家徳相続を図って、那須正助の子、高助と対立し、天文二十年、羽賀高さの調略に加担した千本助都市により、 高助が誘殺されると、助種を当初に末権力を振るった。A63 年、死去。ABCD、完成重修諸課府。ハット AB、ナス7経営。ありがとうございます。